果敢とは、複数の花びらからなる、花の器官のことである。果敢は、花弁の集まりであるが、花として、花粉媒会社の標的になるだけではなく、額と同じく、おしべ、めしべを保護する役割を持っている。また、花火のうち、内花費も花冠無である。果敢は、合弁果敢と利便果敢に分けられる。合弁果敢か利便果敢かは、都かによってほとんど決まっているが、 例外もしばしばある。古い図鑑などで採用されている古い分類体系であるシニエングラー体系では、植物はリベン花からゴーベン花に進化したとされ、創始用植物に属するトガを進化の遅れたとするリベンゲルイトより進化したとするゴーベンゲルイトに無理やり分類していた。そのため、所属する分類と実際の花冠の形態が一致していないことも多かった。 ウィキペディアで採用されているゲノム解析による最新のエペジー分類体系では、この分類は廃止されている。果敢を分類するにあたり、花の総称性も重視される。花の総称性は、放射総称下と左右総称下と非総称花があるが、果敢では、放射総称花のものを、放射総称果敢、左右総称花を、左右総称果敢として区別する。なお、放射総称とは、 中心から2本以上の対象軸が引ける形、左右相称とは左右対称の形ことである。花弁と額の見分けがつく花花弁と額の見分けがつかない花、果敢等を持つ花、筒状になった部分が爪、先端の広がった部分が元凶を持つ花、花皮の一部が袋状になっている絶状花、D の部分が下。ありがとうございます。